はい、本日も始まりました。ゆうご .tv です。本日も教えることはできませんが、共に学んでいきましょう。はい。毎度、初めて読む人生に役立つそうな文章を一発撮り、一発読みで、インプットしながらアウトプットを同時進行していって、何か役に立つ知識を得たいと思います。はい。それでは今日のお題を読んでいきたいと思います。本日は、うまくいかない人生は、まず自分を振り返ってみることが大切。こちらを今から読んできます。うまくいかない人生を他の誰かのせいにすることではなく、自分に原因があると考えることです。考えることができれば、ここで読むのをやめましょう。努力をしない人を、私は助けることはできません。自分の中に原因を探し出す努力をしない人は幸せになれないという世の中に出来上がっています。自分に原因があるから結果として人生が作られてつく、ん?人生が辛くあなたに当たってくるのです。世の中、この世の流れに反することは川の流れに逆らっていることと同じであり、うまく前に進むわけがありません。向かってくる川の流れが強く当たってきたり、川の上流から石ころが転がってきたと何かと障害が多くやってきます。この世のルールという流れに反している人は辛い人生を送ってしまうことになるのです。まず自分の行いを振り返ってみましょう。嫌な思い出があるほどよく当てはまることがあります。嫌な思い出は大抵自分に原因があるのではないでしょうか。人に迷惑をかけたり、嫌な気持ちにさせたりするようなことをしてしまったら、辛い出来事になってしまったのではないですか？あるいは、単にあなたが勉強不足だけだったのかもしれません。いずれにせよ、自分に原因があると考え直すことができるはずです。私も過去を振り返れば、嫌な思い出はたくさんあります。友人と大喧嘩をしたり、恋人に振られたり、仕事がうまくいかなかったりと、泣きたくなるようなことはたくさんありました。しかし、そうしたことはたまたまそうなったのではなく、当時の私に原因があったわけです。相手の気持ちを考えずに自分勝手な発言や行動をしてしまったため、トラブルへとつながっていったのです。その時、私は大変落ち込み、イライラしていました。しかし、時間がしばらく経つにつれ、冷静になって過去を振り返ることができるようになりました。すると、ほとんどのトラブルの原因が自分であることに気づいたのです。私は恥ずかしくなってしまいました。なんと身勝手な行動や発言をしてしまったのかと、恥じれば恥じるほど二度とないようにしようと気持ちも働きます。こういうことを繰り返しながら、人間は少しずつ心を磨くのです。うまくいかない原因は自分の中にあり、その原因を克服できた時が成長できる瞬間です。今日の格言。うまくいかない人生は自分から原因を探し出す。確かにね。よくあるよね。すぐ人のせいにしたり、社会のせいにしたり。自分に原因があると自分で気づかず。認めず。人任せにしたり、自分勝手な考えだけで行動したり。自分にも当てはまりますね。はい。そういうことをないように、冷静に、瞬時に判断しながら、この言動はどうだろう、行動はどうだろうと思いながら、一つ一つ、言動や行動を気をつけていきたいと思います。はい。もし何かアドバイスや意見などございましたら、じゃんじゃかコメントの方お待ちしております。一緒にコミュニケーションをとって成長していけたらいいなと思っております。はい。本日もご覧いただきましてありがとうございます。それではまた。